皆さん、はじめまして、こんにちは。このチャンネルは趣味や遊びのものに漆を加えて、漆の良さをいろんな方に知ってもらえるように試みる漆と遊びと挑戦チャンネルです。今回はプラモデル漆芸やり方動画の螺鈿技法研ぎ出し編になります。前回の螺鈿編よりより高度な技法となりますが、綺麗な仕上がりになります。それではどうぞ。この鞘部分を加色していきます。加色しやすくするための下処理をしていきます。貝を定着させる下漆を塗って貝を貼り詰めていきます。定着用漆が乾いたら、その上から漆を塗り込んでいきます。今回は朱漆で塗ります。朱漆が乾いたら、耐水ペーパーの1500番から2000番で少し研ぎ出していきます。1回では漆の厚みが足らないので、ここでは貝が見えるくらいで研ぎをやめます。研ぎすぎると貝の光が弱くなっていくからです。もう一度乾燥させます。さらに上から朱漆を塗っていきます。そして乾いたらまた研いでいきます。貝と漆の高さが合うまでこれを繰り返します。厚みがあったらきれいに研ぎ出していきます。ここから磨きに入ります。コンパウンドをつけた布で磨いていきます。あとは艶上げをしたら、今回の螺鈿技法は完成です。この後蒔絵や金箔を貼っていきました。最後に全体に菜種油を薄くつけたら、ロイロ磨き粉をつけて艶を上げます。それでは完成です。いかがだったでしょうか。同じ材料であっても、やり方次第でいろんな表現が可能となるのはやりがいがありますよね。貝を使った表現方法はまだまだありますので、プラモデルに転用できた技法はアップしていきたいと思います。皆さんの感性に合う、これは
があれば嬉しいです。共に制作し、共に新しいプラモデルを作っていきましょう。今回もご視聴くださりありがとうございました。それではまた。